久保さん、知らな、久保さんギターやってたんですね。そしたらアンプとか詳しいでしょうね。まあでも僕あの、今、セッティングを考えようとしてるのが、まあアンプも入れて、えー、マイクとケーブル入れて全部入れて、えー、5万ぐらいを予定してるので、そんな大したことじゃないですけどね。ねあの僕、僕あの、ノートパソコンもあるんだけども、デスクトップもあるんですよ。で、そのデスクトップのパソコンももう5、6、あれね、多分ね、4年ぐらい使ってるんで、 まあ、デスクトップのパソコンも、まあ、Windows 11になったんで、まあ、その OS もね、変わりましたんで、今 Windows 10入ってるんですけど、なんでそれもあるんで、まあ、パソコンの、そのデスクトップのパソコンの Windows の買い替えプラス,デスク、Windows 用のマイクセッティングですよね。うん。で、それでちょっとね、今、いろいろと妄想構想してるんですけど、でアンプもね、あの1万円ぐらいのやつなんですけど、うん。 まあ、あの、一人用ですから。一人用で喋る用なんで。ただ、あの、XL、あそのあのケーブルをアンプにかまさないと、パソコンに繋げられないんですよね。もちろん、その、ケーブルの3.5ジャックのやつもあるんですよね。変換して、この。でそれででもいいんだけども、まあ、せっかくね、このケーブル使ってるんだから、アンプに挿してね。で、やった方がいいなぁと思ってね。そう。 だからまあ、ちょっとね、それがし、あの、慎重できたら、あの、パソコン、あのデスクトップパソコンの映像も結構撮ろうかなと思いますね。うん。まあ、一番簡単なのは、この Mac で撮るっていうのが一番簡単なんですけどね。うん。そう。そう。まあ、何の話にしようかな。まあ、朝食3000万。<laughs> うん。 朝食3000万ね。僕いらないっすね。朝食3000万は <laughs>。まあ人それぞれですよね。うん。あ、そうそうそう。ケーブルの話なんですけど、その僕ケーブルよくわかんないんですよ。その XLM ケーブル。だケーブルっていっぱい、本当にピンからキーがあるんで。しかもの数百円のサウンドとかね。しかもなんかその3万円とかも出てきてる。なんだこれみたいなね。でも、しかもね、そのケーブルで検索すると、あの外、外まあ僕、基本的にその動画レビューを見るんですよ。 で、そのケーブルで検索すると、僕が今買おうとしてるケーブルで検索すると、外人なんですよね。外人が喋ってるんですよ。<laughs> 外人の見てるっていうね <laughs>。で、も決まりました。もう買うケーブルはね。うん。ちょっとこれにしようかな。なんとかプロっていう、ちょっとあの、名前は英語なんであれなんですけど。そう。まあでも、そんな3000円ぐらいですか ?3 メートルで3000円ぐらいか。でもね、そこのレビューに書いてあったのが、チャイナ製はね、数百円なんですよ。 チャイナ製のケーブル数百円で、で、レビューに書いてあったのが、まあ、チャイナ製のそのケーブルを 2, 2個買ってね、ダメで、まあ、最初からこのケーブルにしとけばよかったみたいなの書いてあって、<laughs> まあ、学びましたと。だから、勉強代ですみたいなね、チャイナケーブルを買った勉強代ですみたいななんか書いてありましたけど、うーん、まあ、結局ね、まあ、僕が行き着いたのは、まあ、あの、まあ、ステップアップしていくっていう、最初からなんだろうな、いいものってわかんないんですよ。 だから僕今年そのプロジェクターもアップグレードしたんですけど、最初プロジェクターも6、7万ぐらいの買ったんですよ。で、7万ぐらいの買ってこれめちゃめちゃ、プロジェクター、今のプロジェクターってすごいなと思って。で、まあそれでも良かったんですけども、やっぱ欲が出てきて、その 4K ですよ。4K のプロジェクター欲しくなって。で、まあそのアップグレードしたんですよ。そしたらもう 4K すげえな、みたいな。<laughs> 全然ちゃうわ、みたいな。でも最初から僕 4K いけなかったんですよね。なんでかっていうと、 その、今のプロジェクターってどんな感じなんだろうってわかんないですよ。うん。だからでも結構ね、みんなってその、最初から完璧を求めてるからとかね。まあよく久保さんもお問い合わせいただくかもしれないですけども、まあ動画やるにしてもね、最初から完璧求めるみたいなね。なんか最初からもうすごいのなんか作ろうとしてるとかね。か完璧主義の人が多いと思うんですよ。完璧なんて無理なんで最初から。最初から、 当たりを引くって結構宝くじでもまあ難しいじゃないですかうんだからそのズれも当然みたいな話ですよねでもちろんね最初からその当たり引ければいいんだけどもじゃあその当たりもねじゃあ買える金額の当たりなのかって話でまあ今度僕はあの Mac のパソコン70万買いますけどじゃあそた多分ねその70万のパソコンの方がいいわけですよまあこれ今使ってるの50万ですけどもまあいいんだけども そこに行く過程として、まあ、久保さんもね、クロームブック2万円があったわけですよ。その2万円があって、ステップアップして、今、なんか、ね、あの、デルのね、あのゲーム、あ、あの、デルのやつ、あ久保さん、新しいデザインのやつ出てましたよ。ゲームマシンの,あの、あの、宇宙人のやつ、エイリアマシン。30万ぐらいで、なんか新しいモデル出てましたね。まあ、今、久保さん、多分30万か40万か50万かのエイリアマシン使ってると思うんですけど。 だからまあなんかね、ステップアップしていくっていう、まあ、完璧を求めずステップアップしていくっていうのが大事じゃないですか。も最初からみんな当たりくじ引き,引きたいんだけどね。だけど、そのレビューにあった通り、そこで学んだと。だから学びがあったわけですよ。でもそれを学ぼう、学びではなく、なんだろうな、ただの,あの最悪だったみたいなね。なんだなあの、捨て金だったって思えばそう思う。そ,うそれで終わりなんだけど。 まあそうやって人生って学んでいくんじゃないかなっていう。あの、ズレくじも引くことも学びであると。でも多くの人はハズレくじを引きたくないみたいなね、うん。でも、ハズレくじを引くことすら学びで、人生の一部であり学びであるっていう考え方の方が、まあ、より進化しやすいんじゃないかなと思います。なぜならばり、ハズレくじにビビらなくなるんで。ハズレくじにビビ,るビビらなくなるんで、うん。もちろん当たりを目指すのはいいんだけども、 うん。それを目指しすぎると結局行動が止まるってことですね。はい。いってらっしゃい。